いやどこにゲームあるんだ。どこにゲーム隠した。お母さんこの部屋にもないな。ケンタロウ、いたどう、ゲームあった？いや見つかんなかった。見つかんない、おかしいな。ママがゲーム隠す場所大体わかってるんだけどな。あとはここが怪しいかなと思うんだよね。ここお菓子倉庫じゃないっけ。入ってみるよ。うん、ないなないな。よいしょ、早く見つけてよ、ケンタロウ。俺たちがゲーム探せるのはこのママが寝てるこの深夜しかないんだから。わかってるけどさ、ないもんはないんだよ。でさ、俺たちさ、深夜に懐中電灯つけてこうやってコソコソ歩いてんのさ、なんかミッションやってるスパイみたいじゃない。ポチッ、うわー、真っ暗、暗パーしょうもな。あー、ちょ、ごめんって。まあ確かにね、そうかもしれん。でしょ、ミッションの内容はママが寝てる間にお菓子とゲームを奪い返せや。うわー、いいね、なんかスパイっぽくなってきたじゃん。早く見つけろ、お菓子を。うわー、走れ。こちらケロ太郎、例えばブルーゴリラから逃走中、ブルーゴリラを発見したら直ちに連絡をください。ダダダダダ。おお、めっちゃっぽいこと言ってる。誰ブルーゴリラって。わかるでしょ、ママだよ、ママ。ブルーゴリラ。誰がブルーゴリラですって。うわ、なんか待って。お母さん、なんで起きてるの。最近深夜にコソコソしてるなって思ったから寝たふりしてたけど、やっぱりあなたたち私に没収されたゲーム探してたのね。いやいや、これは違うんだよね、ケア太郎。そうだよ、そう、あの夜中にゲームしないと死ぬ病気にかかっちゃって、ゲームしないと死ぬんだよねってお兄ちゃんが言ってました。僕は言ってました、お兄ちゃんが言ってました。おい、そんなバレバレな嘘つくなよ。しかも俺じゃないし言ったの。まあいいわ、あなたたちがコソコソしてるの知ってたから、ゲームもお菓子もいつもと違う場所に隠してあるの。だからか。だからこの棚いっぱい探しても見つからなかったのか。そういうことか。ねえ、どこに隠したんだよ。絶対取らないからさ、教えて、ブルーゴリラ。これ以上怒らせるなって、お母さんはブルーゴリラって言って。確かにゴリラっぽいけど。はい、もう許しません。何も学んでないようね。よし、あなたたち二人とも100時間寝ずにずっと勉強しましょう。ここで？ここで？ここで？たくさん勉強すれば頭が良くなるし、一石二鳥ね。そんな無理に決まってんじゃん。ゲーム取ろうとしたのはさ、謝るから。お母さん許してよ、お願い、寝るから。もう無理よ、あなたたちが悪いんだから。反省なんてするわけないから。おお、しょうがないもんね。じゃあ力ずくで捕まえるしかないわね。その前にあなたたちを勉強させる檻を作っておくからね。檻？なんか言ってるよ。せいぜい今のうちに逃げとくんだわ。え、行っちゃった。ブルゴリラが。危なかったね。お兄ちゃん、あのブルゴリラ俺たちのこと殺そうとしてるよ。こうなったらもうママと戦おう。戦うの？うん、勉強させようとしてくるママから逃げながら、俺たちが没収されたゲームとお菓子を取り返すんだよ。まあでもさすがに100時間勉強はしたくないし。よし、わかった、俺も協力するわけなんだろう。よし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 、二人なら絶対いけるぞ。取り返そう。取り返すか。はい、ということで皆さん、あの深夜に没収されたゲームを取り返そうとしたせいで、僕たちママに追いかけられてます。今からね、ママから逃げながら僕たちのね、没収されたゲームとお菓子を取り返すので、チャンネル登録、高評価して応援してください。お願いします。お願いします。高評価2000でみんなが大好きなケナ太郎の大冒険っていうゲームプレゼントします。そんなないだろ。とにかくゲームとお菓子探し行くぞー。よー、行くか。おー、違う場所に隠してるって言ってたから、どこか全く分かんないね。全然分かんないね。最近引っ越したばっかだし、こんなでっかい家に。ママ、一体どんな仕事してるんだろう。それな、こんなでっかい家買うなんて。ママの仕事分かんないよね、未だに。なんかでも、言ってることは、うん、ママの仕事は、虎を
捕まえて、それを肩に背負って、肩に背負って海を泳ぐ。海を泳ぐ、どういうこと？動物ハンターなの？お母さん、トラを肩で背負って海を泳ぐ仕事らしいよ、お母さんが言ってた。やらかった。いきなりじゃん。なにこれ、これじゃない？パズルだな。見て、ケンタロウ。ほんとだ、めっちゃすぐ見つかったじゃん。早っ、今回簡単だぞ。パズル、パズル、パズル。ほい、上任せた。これ誰だ？よいしょ。え？え？誰これ？ま、ま、え？お母さんじゃん。ママ、ママ、こんな口だったっけ？あ、開いた。ママ、口開けたらこんなんなの。あった。何が入ってる？リンゴ飴。わあ、リンゴ飴だ。それあれだよ、俺が昨日冷蔵庫に入れてたらお母さんに甘いもん食べ過ぎちゃダメって言って取られたやつだよ。多分ね、俺が取られたやつ、ゲームとお菓子全部合わせたら あとね、5個あると思うんだよね。そうよね、残り5個あるわよね。横お母さん、見つけたわ。ぶっ壊してきたよ、これ今。逃げろ、窓ぶっ壊したよ、自分ちのあの人。だってムキムキだもん。しかも何やの、よく考えて、トラだよ、トラキャプリストだよ。やばい、来てる、やばい。あんなの子猫よ。確かに猫科だけど、やばい、ケダサロ追われてる。助けて、お母さん、俺猫じゃないよ。どこ行った？さあ、子猫ちゃん、勉強しましょう。あれ、どこ行った？前にお兄ちゃんがいます。お兄ちゃんについてあげてください。えい、倒された、ケダサロ。嘘でしょ。お兄ちゃん、どこ行った？ここがどこ？なにこれ、勉強図形がある。お兄ちゃん、なんか俺よくわかんない勉強図形の部屋に閉じ込められちゃった。それってさっきあのママが言ってたあの牢屋じゃない？多分そうだ、俺ここで勉強しないといけない。いやー、助けて、お兄ちゃん勉強したくないよ。ちょっと待って、助けに行くから。どこ？あったあったあった、これかな。あ、勉強してるわ。7+6は18、合ってる？じゃあね、ケンタロウ、ずっとそこで勉強した方がいいよ。なんでちょっ、おい、出して、出して、ありがとう。おお、あ、ママだ。あなたたち、反省が足りないようね。やばい、逃げろ、どうしよう。やばい、もうここバーカ。なんか隠れる場所ないのかな。お兄ちゃん、来るよ、そっち。いや、ちょ、見つけた。ケアトル、助けろ。閉めろ。いやー、一遍外出よ、外。そうだね、一回逃げよう。よし。仕方ない、ママに内緒で買ったからバレたら怒られるけど、逃げるためにこれ使うか。何買ったの？ケンタロウ、スケボー買ったの？いいな。そう、買ったんだよね。じゃあ、お先。テレテレテレレレレレテレテレテレレレレテレテレ。それで逃げれる？お母さん来るよ、そんなんじゃ。そんなんじゃ。あ、でも早いかも。遅いな。お母さん、ここチャンスです。テレレレ。あ、やばい、お母さん。テレレ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 。何かしら、これ。これはスケボーっていう、俺の学校の友達の森田くんがくれた。あの秀才の森田くん。そう、かずき。てれてーてーてーてれてー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 。やばい、ケナ太郎やられちゃったよ、また。あれ、ケナセイはどこかしら。近くにいたはずなんだけど、隠れとくか。危ねえ、また勉強部屋に入れられちゃった。よし、来たぞ、ケナ太郎。ありがとう。勉強したか、ちゃんと。勉強した、偉くなった、多分俺。8×2 は15。よし、ダメだ。こっちママの寝室さっき見つけたんだけど、ここ怪しくない？ないかな。怪しい。あ、でも特になんもなさそう。シンプルだな。シンプルだな。何も入ってない。ママ、自分の部屋はシンプルでいいから、俺たちの部屋を豪華にしてあげたいっていう、いいお母さんだね。狭いよな。でも待って、お母さんが、お母さんスケボー。あ、見つけたわ。こっち来た、スケボー。いや、こっち来た。
いや、これ余裕で避けれるよ。ほら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 、ちょいちょいちょい、待って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 待ちなさい、二人とも。バイバーイ。このお菓子部屋怪しいんだよね、ケンタロウ。俺全部見切れてなかったからさ。あ、なんかある。で、隠し場所のヒントだ。ちょっとケンタロウのとこ持ってくわ、ヒント。なになになに、なんかあったの。よいしょ。隠し場所のヒントっていう、なんかお菓子倉庫から見つけたんやけど、これお母さんが書いたやつじゃない。家の中なぞなぞ、ちゃんとしていると言われている部屋はどこにあるでしょう。そこにお菓子の一つが隠されてるぞ。どういうこと。そのなぞなぞをクリアしたらお菓子の場所がわかるの。ちゃんとしていると言われてる。やばか、難しい。ちょっと見てる人分かって。それは私が考えた最強の謎謎よ。あなたたちには絶対解けないから。やばいやばいやばい。みんな、みんな、もしクイズの答え分かったらコメントで教えて。お願い。あ、そうだ、ケナ太郎。あ、何？スケボーとかいうの、あの、よく分かんないから燃やしといたわ。燃やしといた。勝手に燃やしたの。カズキのだよ。あれ、返さないといけないんだよ。しかも限定品だから、もうお金どんだけ払っても新しく買えないやつ。嘘よね。大谷翔平のサインがついてた。拾ってくるわ。ちょっと待ってください。あ、よかった、燃やしてなかったみたい。危ない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 。ケナ太郎。うん。分かったよ、多分俺。何？部屋の中で一番なんかしっかりしてるね。でしょ。あ、ちゃんとしてるでしょ、うん、これもしかしてやけど、キッチンじゃない？わかんないけど。キッチン、なんで？ちゃんとしてるってさ、きちんとしてるとも言えるから。キッチンとしてるってことか。うん、キッチンとしてる。うわ、すげえ。じゃあキッチンにあるんじゃないの。じゃあこのどっかに隠しチェスト的なやつがあるはずだけどね、どっかに。待って、お兄ちゃん、あった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 、これじゃない？ん？あー、ほんとだ。電子レンジの下。あ、お菓子入ってた。見て。あった？ドーナツ、ドーナツ。うわ、これあれだよ。俺が昨日指に刺して遊んでたら没収されたやつだ。指に刺して振り回してたの。はい、いただきまーす。かー、美味しかった。いいな。2個目ゲット。いいよ、リンゴ飴食べていいよ。リンゴ飴やって食べよう。よし、次は。ん？待って。何これ。出たらいきなりアスレチックあったけど、これ超怪しくない？絶対怪しいよこれ。こんな難しいところだよ。多分お菓子じゃなくてゲームが俺から取られた。マジで。でも俺らね、もうアスレチックめっちゃ上手くなってるからね。そうだね、もうプロだよ。あだまあ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 、こういう時もあるよね。猿も木から落ちるってやつ。痛い。下手くそじゃん。早くしないとママ来ちゃうよ。ママなんかあのフォーク持ってたけど、あれ投げてきそうで怖いよね、あの長いの。怖い。いきます。頑張れ。いけたいけたいけた。わー、ナイスナイスナイス。待って、やばい。いや、ママいるママいる。ママいる。やばい、ケナ太郎やばい、俺。ケナ太郎。やばいやばいやばい。俺だけ。大谷翔平さんのサインなんてどこにもないじゃない。適当なこと言ったからだ。間違えた。大谷翔吉のことだった。ないわよ。やばい、とにかくバレちゃう。お兄ちゃん、なんとかして。逃げ切るしかないよ。よし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 。ナイスナイス。てか、お兄ちゃん。あ、俺から見た正面のところにあったチェスト、あれ絶対ゲーム隠してるよ。いける、あれ。待って、待って、ちょっと待ちなさい。えい。外したわ。大丈夫。ちょっとやばい。何されてんの。なんか矢みたいなやつを刺されてる。ケンタロ、早く行かないと刺し殺されちゃうよ。やばい、ここよ。うわー、やばい。あー、怖い怖い怖い。どこ、どっから投げてんの。下から。下だよ、下下下。ここかしら。痛い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 。あー、攻め。お兄ちゃん、捕まった。俺がクリアしないと。槍はまだまだあるわよ。投げられる。うわ、うわ、よし、クリアした、クリアした。ここなら俺に当てれないだろう。うわ、出て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 。助けてくれ。ここかしら。お兄ちゃん、プレイステーション5あった。ナイス、ゲーム機じゃん。これだ、これこれこれ。ゲットしたはいいけど、ママが下にいて降りれない。早く出てきなさい。どうにかして、ケア太郎。どうすれば、あそこの下に飛び降りて外行けるかな。ママ何かしら。そのスケボーのさ、ロールの部分にさ、爆弾仕掛けてるから危ないよ。危険だ、離れなきゃ。よし、よし、行った。いや、よし、よし、逃げた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 。あ、待ちなさい。どうしてそういうところだけ頭いいのかしら。天才だからね。2かけ2は8。全然天才じゃない。バカだわ。お兄ちゃん、どこにいるんだ。捕まってるよ、俺。さっき槍でから殺されて。はい、痛い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 。あ、ありがとう。頭良くなった。頭良くなったっていうか、大人だからね。見て見て、 PS5 ゲットした。 PS5 残り3つってことかな。3階に1個ぐらいはなんか隠しそうだけどね。なんか出口っぽいけど。おお、なんかあったぞ、逆側だ。
あったあった、入り口だ。とりあえず入ってみるか。丸バツクイズだ。出た、お母さん大好き丸バツクイズだ。じゃがりこのリコは人の名前が由来である。友達にリコちゃんって友達いるから人の名前かもしれないね。え、人の名前でいくの。じゃあ行ってみてよ、キャンタロウ。リコちゃん、ま、え、いけた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 。丸なのこれ、俺バツかと思ったんだけど。次、シュークリームのシューはフランス語でキャベツである。違うくない？そうなの。でもなんかこんな中さ、ぽい問題出すからこれ丸なんじゃないかな。でもシュークリームの中にキャベツ入ってないじゃん。シューはあれじゃないの、外側の皮のことじゃないの。なんかあれキャベツみたいじゃん、皮。うん、確かに。チンタロウ兄ちゃん、これじゃ丸でいくね。うん、丸でいってみて。チンタロウごめん。シュークリームのシュー。うわー、さすがお兄ちゃんの天才だ。みんなが大好きプリン発祥の国は日本である。これはわかるよ。え、わかんの。カタカナだから。うん、バツ。でもひらがなのプリンも見るけどな。確かに。じゃあ丸だ。いやいや、ちょっと待って、落ち着いてきやんだろう。プリンは丸だ。うわ、あ、あ、ちょいちょい、お兄ちゃん、お兄ちゃん、助け助け、お前も一緒に、お前も一緒に来い、お前も一緒に。鬼にはなりたくないけど、よし、ケンタロウの犠牲待って。おお、スイッチあった。これケンタロウのやつじゃん。スイッチなんていらない。俺は勉強ができればもう何でもいいや。おかしくなってる、勉強部屋で。あいつ 5×5、2×2、3×3、4×4。 ちょ、助けに行かないと。ケンタロウ大丈夫か。誰か僕を救って。はぁ、誰、早く起きろ、目覚ませ。ほらスイッチだぞ。僕は勉強がした。スイッチほら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 、スイッチ、スイッチ、危ない、ちょっと意識が飛びそうになっちゃってた。そんな能力あんのこの部屋、怖。お、待って、お兄さんこっち見て、ここなんかあるよ。ほんとだ、なにこれ、またなんか庭にすごいもんできてるよ。絶対これもあれだよ、俺たちのために作ったやつだよ。ここに隠して。 待って、やばい、見つけた、二人とも。やばい、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 逃げる。とりあえず入ろう。まあ、迷路だ、迷路だ。ゆうちゃん、お母さんいる、お母さんいる。お母さん、やばい、やばい、他に行け、他に行け、お母さん来てる。どうする、どうする。なにこれ、なんか棒みたいなのがある。ヒゲ？誰かのヒゲこれ。どういうことだ。これあれじゃない？このヒゲの道の通りにここも進んでいけばいいんじゃないの？あ、確かにこれ落としたな。じゃあ、ケンタロウ右、そっから右、ストップ。で、まっすぐ。はい。はい。もうちょいまっすぐ。もう一個まっすぐ。オッケー。そっからまっすぐ。壁まで。はい。あ、裏切られた。いや、ケンタロウこれ思ったけどさ、シフトを押していけば、これいけるんじゃない？よいしょ。はい、行けた。行けたけど、行き止まりだよ。ふざけんなよ。お、行き止まりじゃねえか、ケナ太郎死んだのに、ここ。よいしょ。あった。え？なにこれ？アスレチックだ。またアスレチックかよ。しかもなんか、今回小物だし、めっちゃ。よいしょ。まあでもアスレチックはもう慣れたな。オッケー、クリア。あった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 。次はなんだ？わたあめ。よーし。お菓子ゲット。ってことはこれ5個目だから残り1個。はい、ケンタロウ、綿飴持ってきたよ。ありがとう。勉強の成果はどう？マジで頭良くなった。あと1個で当たりがけ、全部回収しよう。おんちゃんが持ってて。待って、いや、待って、ママ、やっと見つけたわ。あなたたちのせいで迷子になってたじゃない、迷路で。待って、やばい、お兄ちゃん、俺たちもこうやばい。降りろ、降りろ、降りるか。よいしょ、いで、いで、こっち、こっち、ここよ。下じゃない、地下じゃない。地下でもないか、地下か。あ、確かにここまで見てないね。あった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 、なんでこれ、何これ。プレイヤー、プレイヤー、ポン。周りが真っ暗なんだけど、お兄ちゃん、俺周りが何にも見えない、真っ暗になって。真っ暗になってんの、助けて。俺、真っ暗闇だよ。俺からは見えるけど、どこに住めばいいの、どうなってんの。しかもなんか足場透明じゃない。透明、どういうこと。あ、待って、分かったかも、ケンタロウ。あ、はい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 、これ、このブロックに沿ってで引けばいいってことかな。何がどうなってんの。ちょ、ケンタロウ、俺が今から指示するからその通りに動いて。はい。とりあえずスニークで前に行けるとこまで歩いて、でちょっと下がって1マスジャンプ。オーケー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 。あー、何何何、行けてる。で2マスジャンプだ。せーの、ポン。お、行けた、行けた。あとはそう、はしご見えるでしょ、そこぐらいな、うん、そこに捕まって。ポン。よしよしよし、行けた行けた行けた。1マスジャンプ、ストップ。オッケー。行けた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 。次、右斜めに1マスジャンプ。ここだー。行けた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 。あとはスニークで斜めに。よっしゃよっしゃ、行けた、お兄ちゃん。クリアした。クリアしたよ。何入ってた。あ、クマグミ、クマグミ。戻ってきた。クマグミ、うわー、俺が取られたクマグミだ。
イエーイ、クリアじゃない？よっしゃー。あとはちょっと、暗がりにバレないように外に出よう。逃げろ逃げろ逃げろ。あ、どこ行った？なんて広い庭。こっちこっちこっち。あとあと、逃げちゃつらへんだよ。逃げちゃった？待って待って、ママいる、ママいる。隠れて隠れて。あー、トラガリー。あー、はい、トラガリー。待って、見られた。声出したよ。やばい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 、隠れて。なんか投げてきたよ。バレてる？バレてないよ。次見つけたら、もう容赦しないわ。えぇ、朝だから眠いわ。ほんともう朝だ、いつの間にか朝だけやだろ。よし、見ろ、こんな家、お空から脱出成功。はい、ということで皆さん、今回ですね、ママにバレずに夜中にお菓子やゲームを取り返すことに成功しました。イエーイ、危なかったぜ。ということでね、けなすゆけな太郎、ママから頑張って逃げてて偉いと思った方はね、高評価、マミこえーと思った人はチャンネル登録の通知音お願いします。けな太郎チャンネルあとちょっとで10万人なんで、チャンネル登録そっちもお願いします。お願いします。それじゃあ今日も一日お疲れ様でした。おつゆおつけな太郎。